これが、国内土ですよね。この辺はそうです。これはどっちだったかわからんんだけど、言い訳が遅かっただけかはもう知らんけど、多分これ後からしたやつ。この辺はもう国内土ですね。これがあれですよね。はい、後から国際土っていう。国際土。この3つ、4、5、この辺が国際土かな。これが国米土のビアマグ、ビアカップ、マグカップか。こっちが筒湯飲みですね。こっちがあれですわ、こう同じ、国際土ですね。うんと思います。向こうが国米土、これも最初ですね。はい、やっぱり茶系が強いか。でこれは若干乳白が濃い。これは肉あね、ビトハギか。2回かけたのかもしれない、こんな感じだったのはね。ああ、なるほど。追加で2回かけたんじゃなかったかなと。ああ、なるほど。もしかしたら釉薬かけ直して、はい、2度焼きしてるかもしれない。はい、焼きしたのがあったら多分それやると思います。はい、国際土の方がやっぱり少し茶系が強いみたいですね。ここ気持ちですけどね。でも本当こうやって並べるとよく分かるな。釉薬、同じかかっちゃうとことかかってないところ、この字の色がやっぱ若干赤っぽいんですね。左が、国際土、こっちが国際土。ちょっとした赤みやけど、それがもうちょっと黒っぽい方が、はい、いいや、締まった感じがして。はい、白萩の釉薬の中に青みがこう、入ってる良さみたいなのが、はい、どうしても国土土は青みがの感じがね、魅力ですからね。土の茶と赤みのあれもやけど、釉薬の青みが魅力や。はい、ありがとうございます。あ、いいですか。はい。